こんにちは、石原和之です。今日はですね、樹木の植え方についてお話ししたいと思います。まずですね、あの赤松ですね、土留めの壁があったんですけど、あえてあそこはカットして斜めにこう倒して植えております。またあの猿滑りもですね、まっすぐじゃなくて斜めに植えております。その奥のですね、サザンカも斜めに植えてます。これですね、まっすぐ植えるんじゃなくて、こっからの目線ですね。サザンカを斜めに植えたのは、あちらの子供服屋さんの屋根を隠すためにですね、斜めに植えて、お庭の向こうに緑が見えるように植えさせていただきました。あの赤松なんですけど、斜めに植えることによってすごいインパクトが出るわけなんですね。で、こちらのサルスベリ、これはですね、斜めに植えると花がブワーッと迫ってきます。そういった風に必ずですね、まっすぐ植えるんじゃなくて、生け花を剣山に行けるように角度を考えながら全て植えております。この牧の木なんですけど、この向こうに長崎の街並みが見えております。夜は夜景がギラギラとなりますけども、こちらにあえてこの斜めに植えて、夜景、またこの借景をうまく使って、この薪とこの借景、そしてカフェからの視線ですね、そのことを考えてあえて斜めに植えております。そうすることに一本の木によって全く景色が変わりますんで、こういったのまっすぐ植えなくて借景をどう使うかっていうことをヒントにしていただければと思います。こちらの五葉松ですね、これもあえてドーンとこの崖を崩してこちらに植えました。いろんな空間ですね、この松を通しての向こうのカフェが見えたり、こちらのいろんな空間がですね、ただ四角い空間じゃなくて横にこう出していくことによって立体的な空間が作ることができるんですね。それによって狭い庭でも深みを表現することができます。ただ一本の木をまっすぐ植えるだけじゃなくて、こういった斜めに植えて、この斜めに植えた向こうの借景までですね、庭の中に取り入れると、この技法について説明させていただきました。次回もまたぜひ見てください。